やマイクロさん、はいはい、いやコットンクラブ終わりましたね。いや俺もうまだ余韻がやばいっす。本当にあんまり余韻を楽しまないんですけど、うん、もう今回は余韻しかない。大変にお疲れ様でした。ありがとうございました、ね、2日ぐらい俺もう燃え尽き症候群だったよ。あ、やっぱりそうっすか。やっぱもう本当次の日も動けなかった。なんか、うん、精神的にももうこれで終わっちゃったっていう寂しさもあるし、またみんなにすぐに会いたいけど会えないっていう、なんかそういう寂しさもあって、ね、濃密な1週間でしたもんね、本番まで。本当そう、いや本当にお疲れ様でした、でね、来場してくれた、はい、ね、そう、もう来てくださった皆さん、そしてオンライン配信で見てくださった皆さん、本当にありがとうございました。よっ、ありがとうございます。いや本当 YouTube ね飛び出して、うん、まさかあんな風にできるとはね思わなかったですね。ちょっとやっぱり優秀ですよ YouTube チーム。そして、ね、スタッフ今回50人ぐらいいましたからね。いましたね。本当すごい。そしてねバンドメンバーの方々ね、うん、ちょっと一人ずついかがだったかなと思って、まずは長丁さんね、うんうん、もう長丁なくして私のソロダブスとデフテックはなしと言っても過言ではないですし、むしろ長丁が僕であり、長丁がダブストであり、長丁がデフテックであると言ってもおかしくないぐらい本当によくやってくれてますよ。すごいプロデューサーに成長しました。そうですね、本当ありがとう長丁。バンドマスターとしてね、そうバンマスとしてもいい働きしましたよね。何よりもやっぱみんなから聞いたのは、その長丁が作った楽譜とか、それプラスそのこうしてほしいっていうリクエストノートみたいなのが明確だったの、うん、だからやっぱ初日、ね、リハの初日からみんなが演奏できたり、うん、やっぱあの俺ね、僕は優秀だすごい逸材ばっかりだって言ってたけど、そのやっぱ裏側には長丁の細かい配慮があったんだなっていうのが、本当ですね、セットリストをね決めるところからね、いいセットリストだったっす、ね、間違いないです。そしてじゃあ磯貝和樹くん、磯貝和樹、ね、もうまああのスパイシーソウル和真くん、ドラマーのね和真くん曰く、君ステージ上でずっとふざけてるねって言われてましたね。いやでもそれぐらい、いやあいつの総合のソロとか2分半ぐらいとかあるんだけど、いやちょっと天下分け目のソロなんじゃない？本当っすね。あやばいよ。あいつのギター本当に泣いてる。ね、あの誕生日をねリハーサルで迎えて、うんうん、まあこいつはねギターで喋るんだっておっしゃってましたけど、うん、まさにその通り。その通りギターでお話しし、ギターでふざけ遊びやってくれましたよね。ね、あそしてじゃあ、ね、そのオリトさん、浜田オリトさん、うん、ベース。このね、やっぱカズマくんがスパイシーソウル、リズム隊といってベースとドラムでバンドは決まるんですよ。ここのグルーブ、ここのやっぱりこの、うん、ダイナミクス、これがやっぱ全てもう関係しちゃうというか、それが土台なんだよね、音楽。その上に俺らの歌もあり、ね、キーボードがあったり飛び物があったりするんだけど、うんうん、ここのリズム隊がやっぱ勝負、今回のこのバンドマイクロソロ勝負あったなっていう、お見事ですよ、うん、あのオリト君ってめちゃくちゃもちろんもうベース上手なんだけど、やっぱり歌の歌詞をよく聞いてくれて、うん、でそれでリハの時にもそうなんだけど、やっぱ歌詞をどういう意味なんだろうってこう読解してくれた上で弾いてくれてんだよね。だからなんか自分が目立ちたいとか、サポートだから後ろに下がる、そういうことじゃなくて、本当に曲を考えてくれて一曲一曲プレイしてくれたのを感じました。素晴らしい人だよ。そしてカズマくん、ね、いやー俺今回本当こんな仲良く なれて俺嬉しい。やっぱスパイシーソウルの時のレコーディングとかライブじゃやっぱこう距離感縮まんなかったけど、やっぱ今回ね一緒にご飯食べれたり、5日間っていう短い仲だったけどリハ合わせて、面白いわ彼。俺結構 MVP かなと思ってる今回。井上敦志は和真くんかな。
いや本当にいいドラマだよ。そして若いし、これからまだ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 伸びまくる、大人材ですよ。そして一丸さともさん、ああもうね、うちらのバンド名がついてないのでこう一点ずっていうバンド名にしてしまおうかなっていうぐらい赤が似合うね、唯一プレイヤーで今回の、ね、女性パーカッショニスト、本当世界一美しいパーカッショニストだと僕はもう確信してますけど、もう美しさのみならずね、やっぱりあの人がこう世界をもういろんなこうなんだろう、ね、3D4D 化してくれるんだよね音楽を。だからやっぱ生で、ね、感じれた人は彼女のパーカッションがなんでこんなに僕はダブストにも呼ばせてもらったり、まあもう遡れば一番最初のインザハイツでパーカッション叩かれてて、いつか一緒にやりたいなと思って7年後の再演があり、でその時を経て、ね、前回のダブストのワンマンの時に声をかけさせてもらって、でそこからもう、ね、今回来てもらったんだけど、なくてはならない存在ですね。空間ができましたよね。そうなんです、奥行きが違うんですよ。そして DJ1-2 もうあのね、陰ながらすごいことやってるんですよね、うん、あの子もあの子出しのいろんな、ね、効果音出してたりとか、うん、なんかいろんなその経過音環境音みたいなの出してたり、 DJ というなんかポジションだけじゃなかった気がする。で、ね、バンドメンバーとしていろんなサンプリング、いろんな音を混ぜてくれたりしてて、だからなんか擦ってる印象あんまなかったと思うんだよね、うん、DJ してるとかっていうじゃなくて、本当にもうツーターンテーブル、それが彼のなんかギターや打楽器のような、そんな楽器に変わってた演奏だったね。そしてじゃあ最後に井上敦司さん、会いたかった。もうショーモアもそうだけど、変態紳士クラブのね楽曲も参加してたり、もうまさに彼のその本来やっぱ長丁と一緒にやりながらアコースティックなものはできてたけど、ピアノとの競争っていうのは今まであんまり出会いもなかったんだよね、まあ、バンドの時、ツアーの時にはキーボードの方がいたり、そのもう様々いたんだけど、俺はこの子はこれからもまだまだすごくなるし、まあ、引いてはデフテックもそうだし、マイクロソロの今後の制作もがっちりお願いしたいなと本当に思ってるから、あれじゃない、クレジットのところで作詞作曲のところに井上敦司っていう名前が来年から連なるようになるんじゃないですか気がついたら。そうですね、可能性ありますね。あ、もう大いにある。本当にありがとう、出会ってくれて。5日間の旅だったけど深い濃い時間を過ごさせてもらいました。いやもう今日は本当にありがとうございます。もうまだ感謝の気持ちが溢れてますし、まだコットンクラブのこの余韻を、これを生かしながら次の、ね、制作や創作活動に生かしていきますし、とにかくやっぱマイクロソロも素晴らしいですね。それではさよならさよならさよなら。 Don't have a good day, have a great day, 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 day.気づかれない場所でひたむき汗流す君へ Play, play その心へ Gray, gray 曇り空へ混沌としたこの世界で君と出会えたことさえ死にに思うとに雨明日悲しみよ、ah, yeah.
抜ける。